こんにちは、白石和夫です。先日東京都それから大阪で同業の歯医者さんに集まってもらってゴシックアーチのセミナーをそれぞれ2日間にわたってやってきました。今回はその報告も兼ねて私の視聴者さんに話をしてみたいと思います。それはゴシックアーチを臨床に取り入れている歯医者さんがとても少ないということです。私は同業の歯医者さんを対象にゴシックアーチそれから入れ歯噛み合わせについて約30年間セミナーを続けてきていますが、なかなかゴシックアーチを臨床に取り入れる歯医者さんが増えてきません。早期歯の診療だったら保険点数もちゃんとついてくるのに、それでもゴシックアーチを活用しない、どうしてなんでしょうかね。その辺のところを先日のセミナーに参加してくれた歯医者さんの正直な言葉として報告したいと思います。ズバリ、面倒くさい、ゴシックアーチをやらなくても大丈夫だという歯科界の、暗黙の了解というか、そういった風潮を感じ取るとですね、同じ歯医者として私は少し残念に思います。歯医者さんと技工士さんが患者さんに総入れ歯を作る際にですね、最低でもゴシックアーチは2回、それも歯科技工士さんが納品した入れ歯、これは噛み合わせという点ではですね、まだまだ未完成なので、もう一度ゴシックアーチをやって歯医者が噛み合わせの調整をして、それを患者さんにお渡しするという流れが絶対に必要なんです。今言った作業の流れを初めてね行う歯医者さんにとってはちょっと面倒くさいというのは確かにあると思います。このことは早期歯の視聴者さんにもぜひ知っておいてもらいたいと思います。なぜならゴシックアーチは入れ歯を提供する歯医者さんにとっても救世主になるからです。石の上にも3年ということわざがありますが、私の場合はその10倍、30年間のセミナーの歩みというか普及活動をやってきてるわけです。若い頃は同業者から若造のくせにね生意気だと言われて、本当に私の真意をね汲み取ってもらえない、ちょっと切ない思いをしたことを覚えています。でもそれにもめげず30年間やり続けています。ですと私もですね、もう若造じゃないし生意気だという同業者もいなくなってきました。何事にも継続は力なりですね。石の上にも3年というのはね、苦しくても辛抱してコツコツやっていくと、3年も経てばですね、それなりの変化が起きて、そしていい方向に転化していくというか、そういう意味を表していることわざですが、そのことを私のこのゴシックアーチを普及させる活動に当てはめると、3年では全然足らないし、30年でもまだまだ足らないと実感しています。ですから私は噛み合わせ医療会の主催代表として、同志の仲間、歯医者さん、技工士さんにも協力してもらって、これからも同業の歯医者さんに向けてゴシックアーチ、入れ歯、噛み合わせについてのセミナーを続けていく覚悟でいます。ゴシックアーチの検査は、このようにですね、完全に上と下がないっていう、噛み合わせをこの総入れ歯で補わなくてはならない、そういう患者さんの場合、それから下は残ってるんだけど上が全くなくなっちゃったと、ですから歯は下あってもですね、実際には噛み合わせがない、こういう場合ですね。もしくは上下それぞれあるんですけど、互い違いにというか、上はこう前の部分がなくて、で下は前の部分残ってると、そうすると実際噛んでもらってっていうと、やっぱりこれ噛み合わせがこの状態もこの状態もないわけですよね。このように噛み合わせを完全に失ってしまっている場合には、健康保険でゴシックアーチは進めてもらえるということをぜひ知っておいてください。早期歯を作ってもらうとき、あるいは噛み合わせが全くない状態、そういう場合にですね、入れ歯を作ってもらうその担当の歯医者さんにこう言えばいいんですよ。ぜひ私のために
ゴシックアーチをしっかり臨床に取り入れてですね、入れ歯を作ってください。そして噛み合わせの調整をしてくださいと頼んでみてください。私の1万人以上の視聴者の中には、入れ歯で困っている方も大勢いらっしゃるわけですから、その、視聴者さんのですね、声が日本中にこう広がっていくと、歯医者さん、ゴシックアーチを取り入れていない歯医者さんは臨床でゴシックアーチを導入せざるを得なくなるという、そういった手段をぜひ取っていきましょう。というのが今回の2日間にわたって大阪と東京でやったセミナーの報告です。ご視聴ありがとうございました。